パリ五輪第2日、テニス、27日、ローラン・ギャロス。四大大会4度の優勝を誇る大阪直美、フリー、の2度目の五輪は初戦敗退となった。女子シングルス1回戦で今大会限りでの引退を表明しているアンゲリク・ケルバー、ドイツ、25の7、36のストレートで敗れた。武器の第1サーブは成功率54%と機能せず。 第一サーブが入れば高い確率でポイントにつながっただけに、サーブはもっと改善の余地があったかもしれない。負けの言い訳にはならないけど、と後悔を口にした。四大大会3度優勝で元世界ナンバーワンのケルバーは、相手の力を利用するカウンタータイプのレフティー。大阪の強打を緩く深く返し、スローペースに持ち込んだ。第一セット三ワンとリードし、出だしは良かった。 という大阪だったが、徐々に相手の術中に。ボンミスは30本を数えた。初めて出場した21年東京大会は聖火リレーの最終点火者を務め、得意のハードコート、母国開催と背負うものが多かった。東京の方が間違いなくプレッシャーを大きく感じていたけれど、今回は奇妙な感じだった、と明かした。同会場で行われた6月の全仏オープン2回戦で、 現世界上のシフィオンテク、ポーランド、にマッチポイントを握りながら敗れる大激戦を演じた。伊賀との試合がとても良くて、もっとやれると信じていた。プレッシャーではなく、クレーコートでもっとやれるという確信だった。自分にとっては新しいことだった。苦手の赤土で自信を深め、母として新たな自覚も芽生えて迎えた五輪。結果は苦いものだった。 試合中に膝を痛めて痛み止めを飲んでいることも明かした上で、前戦しながら勝ちきれない現実を少し戸惑っている。勝ち方を学ばないと、それはきっと、私が忘れてしまったものだから、と受け止めた。これまで全豪を2度、全米を2度制し、出産から復帰した第2のキャリアで残る全仏、ウィンブルドンを制するグランドスラム、さらに五輪の金メダルを手にする、生涯ゴールデンスラム。 達成を目標に掲げる。4年に一度しかチャンスがない最難関の金メダル獲得は拠点を置くロサンゼルスで行われる4年後の五輪へ持ち越された。